それでは初めに主催者を代表いたしまして東京インフィオラータ2018総合監修を務めております一般社団法人花江文化協会代表理事藤川康彦より皆様にご挨拶を申し上げます。藤川代表理事は日本におけるインフィオラータの第一人者でありエフェメラルアート国際連盟の理事でもあります。それでは藤川代表理事よろしくお願いいたします。こんにちは。今日はですね、この雨と雪の中でですね、約200名の参加者の方々に集まっていただきまして、3枚の作品を作りました。昨日1枚作りましたので、4枚の作品ができておりまして、本当はあと3枚作るはずだったんですが、さすがのこの雨と雪でですね、作りきることができずにですね、途中で終わってしまいましたが、明日以降また作成をしていきますので、ぜひまたいらしてください。東京インフィオラータというのはですね、東京中をこうウェルカムカーペット、花のウェルカムカーペットでいっぱいにしようという試みでですね、昨年から、始めました。ちょうどこの春のですね、桜のシーズン、そして新緑のシーズンというのは最も海外からの観光客の方々が多い時期ですので、その時期に合わせて、桜の名所だけではなくてですね、東京の隅々までいろんなところにですね、こう足を運んで東京の良さを知っていただきたいなという思いからですね、作ったイベントです。昨年は18会場でありまして、今年は現状今32会場で、まだこれからどんどん増えているところです。なぜこの東京インフィオラータというのをですね、昨年から始めたのかと、実は私一つ夢がありましてですね、大体まあこういう僕らのようなイベントの仕事をしている人間というのはオリンピックというのはやっぱり夢なんですね。でその時にこの花の絨毯をですね、何かこうオリンピックに生かすことができないだろうかということをこう無双していたわけです。で、一つ考えついたのがやっぱ聖火ランナーのですね、足元にこの花の絨毯を、都民の方々と皆さんとですね、何万人10万人という方々と一緒にこの、花のカーペットを作る、その上をですね、聖火ランナーの方々が走っていく。もともとですね、このインフィオラータというのは聖なる方々がですね、この花の上を歩くときに、市民がフラワーシャワーといいまして花びらをまいてお迎えをしたというのが基準です。それが今ヨーロッパ世界中でですね、それが花の絨毯になって、そういった司教様であるとか、ローマ法王もそうなんですが、そういう方々をお迎えして歩いていただく花の絨毯なんですね。そういう点ではですね、聖火というのは聖なる日ですので、これはねすごく合うんじゃないかなと思いまして、そういったものをぜひやりたいなと、全くこう何の根拠もないんですけどね、ただやりたいなと思って、そのためにはですね、やはりそのインフィオラータというこの魅力をですね、都民の方々に皆さんにやっぱり知っていただきたいと、そのためには東京インフィオラータというこうイベントを春にやって毎年毎年数を増やしていって、2020年には100回以上ぐらい、そして何十万人という方々が参加をして、そういった方々がですね、聖火ランナーの足元を作るようなフラワーカーペットができれば、これこそレガシーになってですね、都民皆さんの何十年後かの思い出になる、また子供に孫に伝えられるようなものになるんじゃないかなと思いまして、こういったイベントを企画しました。実現できるかどうかは全く分かりません。ぜひ小池都知事よろしくお願いいたします。そんなことは、あれとしてですね、2020年2年に1回ですね、国際連盟というのがありまして世界大会をやってます。ちょうど今年がですね、スペインの、LGC エラというところで30カ国がですね、集まって作品を作ります。僕も日本代表で呼ばれてまして、今回4回目の出場になるんですが、2020年にはこれを日本に誘致します。それはもう決定してまして、国際会議と花のカーペットを、2020年にですので、これは一つの花のオリンピックです。ですので、東京オリンピックの前にですね、ぜひこの花のオリンピックを東京で実現したいなという気持ちもありまして、そういったことも含めてこの東京インフィオラータを来年もさらに規模を拡大してやっていきたいと思いますので、ぜひともですね、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。インフィオラータというのはですね、アーティストが作るアートではなくて市民が作るアートで、市民が主人公になるアートイベントです。ですので、僕らがいくら頑張ってもこの作品ができなくて、今日もそうです。これだけ200人の方々がいたからこういった大きな作品ができました。ですので、ぜひですね、また今後、まだこれから30会場以上まで5月にかけてありますので、ぜひともまた参加していただければと思います。今日はどうもありがとうございました。藤川代表理事よりご挨拶申し上げました。引き
きまして、ご来賓の方々よりご挨拶を頂戴いたします。はじめに、東京都知事小池百合子様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました東京都知事小池百合子でございます。東京花の絨毯インフィオラータ2018のご開催、誠におめでとうございます。私も昨年のインフィオラータ一箇所参加をさせていただきました。その日も残念ながら雨でしたが、しかし花びらを ひとひらこの添えるだけでですね、花が完成するということに参加できたことを大変嬉しく思っております。これから藤川代表理事からも話ありましたように、ピョンチャンが終わると東京大会の準備が加速させねばならないわけですけれども、こうやって、花でお客様をお迎えするというのは大変素晴らしいアイデアだと思っております。特に今年はですね、明治維新ということもこれあり、江戸から東京に変わりましてちょうど150年という節目にあたります。いろいろなお祝い事を東京で各地でやっていきたいと思っていますが、これまでの培った江戸の文化、そして東京が今日進月歩で進めている技術革新、オールドミーツニューという考え方で、古き良きものは大切にして新しいものを作っていくという考え方で、これから2020年に向かってどんどんとおもてなしの準備をしていこう、このように考えているところでございます。今日は残念な雨でございましたけれども、200名の方々がそれぞれ一輪一輪、お花を挿して、そしてお花の完成に、ご協力されたということでございます。オリンピック、パラリンピックも同じように、都民の皆さんの一人お一人のご協力で、なるものでございますので、こうやって花一輪を差し込むように、ぜひ都民の皆さん、そして日本の皆様方が東京大会を成功に導くためにも、ぜひ一つ一つのイベント成功させていきたいものだとこのように思います。3月25日までずっと続けておられると、でもここの会場はここは25日ですね。東京の会場、さまざまなところを回られるということでございます。ぜひ、誰もが大好きなお花で、これからは桜の季節ではありますけれども、こうやってインフィオラータで東京をきれいにして、そしておもてなしの心を世界へと発信してまいりましょう。本日おめでとうございます。小池百合子